カーブル州、カブール州はアフガニスタンを構成する34州の一つ。同国北東部に位置し、首都のカーブル市を州都とする。カーブル市は標高海抜1800メートルの高地にある。アフガニスタンでは数少ない都市化の進んだ地域で国内最小クラスの州面積の中に300万人以上の人口が集中している。ほぼ。 カーブル市全域のみを指す自治体であり、州政府と市政、さらに同国が連邦国家ではない点から中央政府という三重の統治構造を持ち、効率面から改革が検討されている。かつては世界でも指折りの美しい文化都市であったが、近年は激しい戦火にさらされ長く荒廃していた。現在、アフガニスタンでは最も国際的な地域であり、 政治的中心地である。2021年11月現在の知事はカーリバリアルカーブル地域の気候区分は砂漠気候あるいはステップ気候である。極めて降水量が少なく、とりわけ5月から11月にかけてはほとんど雨が降らないため乾燥し埃っぽい地域である。気温の変化は昼夜で極めて大きいが、季節や場所によっても また差が大きい。年間300日以上は、雲一つない明るい青空が広がる。降雪量は、年間15から30センチメートル。1年のうち、最も寒冷なのは1月で1日の、平均気温は低。摂氏12度。暑熱なのは7月で1日の平均気温は、摂氏25度。過去最高気温は、摂氏36.9度。最低気温は低。 摂氏21.7度である。カーブル州は1市14郡で構成されている。ありがとうございます。